どうも皆さんこんばんは。ここは常磐線牛久駅です。本日常磐線は踏切事故の影響でたった今まで上下線で運転を見合わせておりました。踏切事故はこの牛久駅で発生しております。現在は負傷者の救出活動等も終了し、現場検証も完了し、上りの一番電車、約3時間ほど停車していた電車が間もなく発車という、そういう状況です。運転再開までの間、この運転手さんには踏切事故が起きると再開までにどんなことを行うか、これを詳しく教えていただきました。本当にありがとうございます。今ゆっくりと出発していきました。もし警笛を鳴らしていただいたとしたら私宛です。現場はこの牛久駅からすぐそこの目と鼻の先にある場所ですので、ゆっくりと進んでおります。今作業員の方がいる場所には、つい先ほどまで当該となった下りの普通電車が停車をしておりました。バラスト等が飛び散っている関係か、作業員の方がまだ作業を行っております。そして本来は定期列車として運転のない龍ヶ崎市行きの表示が出ております。後操作も聞くことができるのでしょうか。常磐線ご利用のお客様へご案内いたします。下り方面の列車につきましては、まもなくお隣に停車しているいわき方面の特急列車が発車をいたします。1番線側下り方面の列車につきましては、まもなくお隣龍ヶ崎市に停車しているいわき方面の特急列車が発車いたします。常磐線ご利用のお客様へご案内いたします。常磐線では本日牛久駅構内の踏切にて列車と自動車が衝突する事故があったため、現在常磐線大幅の遅れを持って運転を行っております。なお1番線下り方面の列車につきましては、まもなく特急列車が通過いたします。なお土浦方面の普通列車につきましては、現在取手駅に停車をしております。取手駅発車次第、再度詳しい遅れ時刻を放送にてご案内いたします。なお2番線上り方面につきましては、現在荒川県に停車している特急列車が発車しております。特急列車の後順次普通列車を運転を再開していく見込みです。なお2番線今度参ります普通列車は、現在土浦駅に停車している普通列車龍ヶ崎市駅となります。本日列車遅延の関係で行き先が龍ヶ崎市駅行きに変更となっております。なおその後上り方面、東京方面まで行く普通列車の品川行きが発車する見込みです。当駅2番線今度参ります列車は、普通列車の龍ヶ崎市駅行き、その後に東京方面まで参ります普通列車品川行きが到着となります。詳しい遅れ時刻につきましては、始発の土浦駅発車次第、再度放送にてご案内いたします。本日はお急ぎのところ、列車の到着を大幅に遅れまして申し訳ございません。到着までもうしばらくお待ちください。
車。上り方面、品川方面行きの列車が現在始発の土浦駅にて運転の準備を行っております。発車次第再度放送にて詳しい遅れ時刻をご案内いたします。江戸駅近道2番線に参ります品川方面行きの列車は現在土浦駅にて発車の準備を行っております。土浦駅を発車次第再度放送にてご案内いたします。特急列車が数本通過した後も作業員の方は現場で作業を行っておりました。お疲れ様でした。ということでこの動画役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。ぜひ概要欄ご確認いただきご検討ください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。